東洋ハリキュー整骨院院長の島です。お願いします。本日は起立性調節障害は東洋医学についてお話したいと思います。起立性調節障害ですね、まあ症状としてはですね、まあ朝なかなか起きれないとかですね、立ち上がるときめまいや失神、動悸や息切れをする、まあ、などなどということなんですが、まあね、子供さんに多いということですね、子供さんに多い、まあ、病気、まあ、症状ということなんですが、まあ、ここでですね、考えるべきところはですね、朝とか動き始め、ね、朝なかなか起きれないとかね、立ち上がるとき、ね、動き始めにですね、起立するとき、ね、立ち上がるときに、まあ、動き始めに症状が出てしまうということですね。それで、この症状は、まあ、午後になるとですね、午後になると、症状がですね、軽減ね、午後になるとですね、症状がまあ軽減消失することがまあ多いということですね。多いということですね。ここはですね、まあ、非常にポイントになるんですね。非常にポイントになるね。それで、まずはですね、まあ、病院西洋医学ですね、まあ、病院西洋医学で、このまあ起立性調節障害をまあ考えるとですね、原因は自律神経の機能障害というふうになってですね、自律神経の機能障害ね、まあ西洋学的に考えると、まあそういうことなんだろうなと私も分かりますね。交感神経と副交感神経のね、働くべき時に働かないということで、まあね、こういう症状が出るとね、じゃあまあそれはそれで分かりましたということになるんですが、じゃあ治療はというと、治療薬はですね、基本的には治療薬はなく、生活習慣の改善、ね、生活習慣の改善ということになってるんですね。それで、これを見たときに、東洋医学サイドからすればですね、東洋医学からすれば、非常にですね、貧弱な治療法に思えるんですね。非常に貧弱な治療法に見えますね。まあ、なぜかというと、治療薬はなく、まあ、病院西洋医学はですよ、治療薬はなく、生活、習慣の改善が治療だってなってるんですね。まあこれはこれでですね、まあ一つのまあ方法だと思うんですが、結局何が言いたいかというと、その患者さんですね、患者さんの体を変えようとするですね、積極的な治療が西洋学にはないということなんですね。患者さんの体の機能を上げたり、患者さんの体質を変えるという治療が西洋学病院にはまあないということですね。で、まあ、東洋医学というのは体の生命力を高めたり、機能を高めたり、体質改善をするというのが治療のすべてなんで、そういった視点から見ると、非常に貧弱な治療だな、というふうに見えるんですね。それで、まあ、全部消しますか。それでですね、まあ、まあ、この起立性調節障害をですね、まあ、車にね、ちょっと例えて言いたいんですが、車に例えて。車に例えて言いますと、朝ですね、エンジンバンってかけて、エンジンバンとかけてですね、まあ、車が調子が悪いと、なんかガタ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 ってなってると、ね、でもエンジンが温まってきて、午後になると、スーッと、で走れるっていうことなんですね。東洋医学からするとね、朝調子が悪いね、朝エンジンかけてもですね、なんかガタ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 ってなってるけど、午後はですね、この車がもうピューンとね、走れるということですね。だからまあ車は壊れてないということですよね。車は壊れてない。まあそれはまあ西洋医学的な言い分も一緒だと思うんですよね。それで、まあ、東洋医学ではどう治療するかというと、気血の巡りなんですね。気血の巡り、ね。気血の巡りってよく言うんですが、気血の巡り、ね。まあ、循環ですよね。循環をこう上げてあげるんですね。そういう治療をしていくということなんですね。で、朝、調子が悪いというのは、先ほど言ったように、そのアイドリングが悪いんで、そのアイドリングをね、上げる、まあ、治療をするには、この気血の巡りをボンと上げてあげればですね、朝エンジンバーンってかけたら、さって動けるようになるんですよ。だから、そのような治療をしていけばいいのに、
さっきの生活改善だけだとですね、まあその指くわえて見てるようにしか僕には見えないんですよね。それだったら、まあそういう生活、改善もやりながら、まあ東洋医学的な治療をしてあげて、気血の巡りをブワンって上げてあげれば、さって動けるようになるわけなんですね。それで、まあちょっと補足になるんですが、まあこの起立性調節障害のですね、まあお子さん、ね、主にお子さんだと思うんですが、他に症状はありませんかって感じなんですね。他に症状はないんですかって感じなんですよ。例えばこの患者さんが、まあ風邪ひきやすいとかね、風邪ひきやすいとか、ね、あとはなんか呼吸器が弱いですよとかね、あとは風邪ひいた時に鼻、喉、咳、風邪ひいた時に鼻、喉、咳に、結構症状が出ないか、ね、それとか、手足末端が、まあ、冷えてたり、手足末端が冷えてたり、汗をかきやすくないですかということですね。もう一つはね、手足末端の冷えや汗ですね。手足の汗。あとは、体がね、結構汗をかきやすいとかね。体全身から汗かきやすいとか、あとは逆に汗をかかないとかね。あとは、大腸系でね、まあ、便秘、下痢、便秘下痢、ね、このあたりが、他にないのか、ということもね、ちょっとまあ聞きたいところですよね。まあ、要は何が言いたいかというとですね、まあ、例えば、まあ、このね、起立性調節障害のね、患者さんがですね、他に鼻が悪いとなればですね、鼻は耳鼻科に行ってくれってなるわけですよ。鼻、喉は耳鼻科に行ってくれと。で、咳がね、よく出たり、呼吸器が悪いさ、それ呼吸器科に行ってちょうだいってなるわけですね。で、まあ、便秘下痢だったら胃腸科に行ってくれっていうふうになるんですが、まあ、東洋学からすると、体って繋がってますから、体って全身繋がってるんで、ね、目ん玉だけこう宙に浮いてるわけじゃないんですよ。体って全部繋がってるんで、この起立性調節障害の患者さん、ね、お子さんが多いと思うんですが、他に症状はないんですかって感じなんですね。ちょっと言い忘れましたかね。あと、ま、皮膚症状ですね。皮膚症状ですね。こういうふうになんか他に症状がないんですかって感じですね。他になんかありませんかって感じなんですよ。なぜかというと、まあ、東洋学からすると、こういうね、まあ、朝調子が悪かった、ね、午後を動けるっていう人は、こういった症状を兼ね備えていることも、まあ、多いんで、そういった場合はですね、圧倒的に、まあ、東洋医学の方が有利になりますね。まあ、なぜかというと、先ほど言いましたように、皮膚科、呼吸器科、耳鼻科、胃腸科とかね、こうなっちゃうわけですよ。プラス、他のね、体の症状と兼ね合わせて治療することで良くなっていくんですね。まあ、それで、まあ、結論としてはですね、まあ、この起立性障害、ね、を、まあね、治療しようと思うとですね、まあ、西洋医学では、自律神経という、まあ、理論で、プラス、まあ、じゃあ治療法はないっていうことだね。で、生活改善しかないんで、それだったら、東洋医学的な、ね、東洋医学的な治療、東洋医学っていうのは、体の働きを上げたり、生命力を高めたり、体質を改善するっていうのが治療のすべてなんで、東洋医学の方が圧倒的に私はこれは、まあ、優位性があると思いますね。それはまあ先ほどね、この車の理論で朝エンジンかけたらなんか調子が悪いけど、午後になるとさーって動く。要はエンジンがね、こう温まってきたらね、ブワッて動けるっていうことなんですよ。だから朝エンジンかけた瞬間からある程度ブワッてこうね、動ける。要はまあ全身にしっかり血液をブワッてね、回したり、気の巡りがブワッてね、こう上がるようになっていけば、この、お子さんはですね、調子が良くなると思いますね。で、同時に他に症状はないんですかって感じですね。で、まあ、女の子でね、中学生以降だったら、まあ、生理不順とかね、まあ、生理痛とか、まあ、そういった感じですね。そういったことも、まあ、ありませんかって感じですね。あと、まあ、アレルギー症状でね、花粉症とか、ね、ここだったら、まあ、蓄膿鼻炎とかですね、そういうことも、まあ、入ってきますね。まあ、何しか、その、他に症状がないんですかって感じです。他に症状があって、まあ、これとかね、こういった
お子さんは肩こりの、肩こり持ってる人もいますね。小学生なのに肩こりみたいなね。普通に考えたらおかしいじゃないですか。それはまあ、こう、巡りが悪いからなんですね。だからじゃあ肩こりをまだ整形外科に行くんかいっていう話になってきますので、こう、バラバラに西洋薬って見るんですね。ですので、何にも治らないわけですよ。慢性症状がね、この気性、調節障害以外でもですね、慢性症状は治らない。もう西洋薬では治らない。病院では慢性症状は治らないんで、このまあ起立性調節障害もまあ例外ではないということですね。でそれで今回はまあそれをちょっと分解してまあお話ししたということですね。まあ起立性調節障害ね、お困りの方はですね、まあ東洋医学という選択肢も頭に入れて、考えた方が私はいいと思いますね。私はそのお子さんのためになると思ってます。以上です。